W の絶対値で変革はファイとしています。そうしますと、ZW というのは長さが Z と W の掛け算ということが分かっています。そうすると ZW 対 W の比はここが Z×W であるから W で割って Z 対 Z の絶対値対1となります。これでわかることは、この長さと、この長さと、この長さの比が、この長さと、この長さの比と一致している。ちょっと一致しているように見えないかもしれませんが、こう一致していて、それから変革については、ZW の変革は、Z の変革と W の変革の足し算ですね。したがって ZW を書き込もうとすると、まず変革のところで φ 足すシータとなります。でここで書かれるわけですが、長さは Z の絶対値足す W の絶対値。比を取るとこことここが同一。でシータ。ということで、相似比が Z 図形をしているということがわかります。Z の大きさが1であるときは、変革をシータと置くと、ZW は W を変革シータだけ回転することで得られるということがわかりますね。Z があって W があると、ZW というのはシータだけ回転させます。大きさは Z の大きさ分だけ W に掛け算をしておけばよいということがわかります。Z が1の時は W そのものだということがわかるわけですね。で、IW を作るときには、W を正の方向に90度回転すればよいということがわかります。I という単位を施すには、長さは変わらず、IW は変革で和になるわけですから、90度足す W。の変革ということで、I を施すときには90度を、かければ、回転させればよいということになります。これしばしば使いますので、よく覚えておいてください。で、モアブルの定理を紹介します。モアブルの定理は公式14を用いると容易に証明できます。コサインシータ足す I サインシータを N 回掛け算をするというときには、変革を N 倍すればよいということですね。I をかけるときには90度1回。それから、W に Z を施すときには、Z の変革分だけ回転して、大きさ Z 分だけかけるということでしたね。でこのように、コサインシータ、I サインシータは大きさが1です。大きさは変わりません。でこの、かけられる数というのは同じ数ですから、変革は N 倍になるというのは今までの説明でもわかります。数式で証明しましょう。Z の2乗というのは、変革が Z の分だけ足し算されて、かつ Z の2乗、大きさが Z の大きさ分だけかかるわけですが、それは今1ですから、このように記載されますね。N 乗同じことを繰り返せばよいということで、N シータとなります。Z の N 乗というのは、コサインシータ、I サインシータの N 乗。でここのところは、手計算でもできますね。コサインシータ足す I サインシータ。コサインシータ足す I サインシータとして、
計算をしてもらっても大丈夫です。で、これで倍角の公式を使ってもらってもわかりますね。では次の等式を証明してみましょう。Z のという複素数をこのように定義しておきます。Zn 乗分の1というのは、cosn シータ、引く sin n、i sin n シータになります。ドモアブルの定理を利用しましょう。Z の n 乗分の1というのは、cosn シータ足す i sin n シータ分の1ですね。で、ここで有理化を施します。そうしますと、cosn シータ引く i sin n シータ。で、分母が1になりますから、cosn θ引く i sin n θ ということで、証明ができます。はい。では、少し量が多くありましたが、ここまでで第1回の授業を終わります。まあ、録画になっていて、黒板で鑑賞するよりも、まあ、効率的に、進めることができます。皆さんには適宜止めていただくなどしながら全体を見て進めていただけますようにお願いします。はい、では、ここまでにします。